よろしくお願いします。お願いします。こうまずは開幕戦終わりましたけども、開幕戦はまずどんな風に臨んだ試合でしたか？やっと開幕したなって気持ちもありましたし、全然緊張することなく、入れて、なおかつ前半は本当熱いサポーターの声が一番届くポジションで本当堂々とやれましたし、楽しかったです。こう初めてこうファジアーノの一員として迎えるあのシースタの雰囲気ってのはいかがでした？いや本当最高な雰囲気を、作ってくださったんで、本当勝たないとなっていう試合中思いながら、まあ、でも焦ることなくやれた結果が、ああやってセットプレーから、40分が取れたのかなと思います。こう開幕戦自体こうその直前とかはどんな、今回まあ移籍してきた時で、まあ、どんなモチベーションがあったりしましたか？まあ、でも絶対開幕スタメンで出るっていう気持ちは強い気持ちで岡山に来ましたし、まあ佐々木と2人絶対出るっていう話はしてましたし、前日も2人で過ごした、2人でというか僕と一緒にご飯行ったんですけど、全然緊張なく楽しみだねっていう話をできたんで、もう順調なスタートを切れたのかなと思います。実際結構風が強い中の開幕戦になりましたけども、こうプレーの面では自分自身としてこうできたところとできなかったところ、どんなところがありましたか？そうです、風結構思ったより中の方では吹いてて、まあ、もっとボール回し前半からできたらよかったのかなっていうのがありましたし、まあ、でも後半は逆に回すこともできましたし、まあ、インターセプトっていう自分の持ち味っていうところも出せたんで、まあ、でもクロスを全然上げれなかったんで、そこは2節目に向けてまた取り組んでいけたらなと思います。前半1本シュートもあって、あのあたりいかがでした？そうですね、まあ、狙ったっていうか点取りたいって気持ちはまあ持ってはいるんですけど、まあ、でも攻撃の選手が取ってくれるのを信じていたんですけど、まあ、ああいう感じでチャンス巡ってきて決めれないっていうのはちょっとまだまだなんだなっていうのはありましたし、もっと逆足右足を練習しないとなっていうのは、はい、自分でも感じました。そうですね、右足でしたもんね。まあ、後半に入って結構まあ前目のポジションも取れてたと思うんですけど、後半はやっぱり自分としても良かったところですか？そうですね、まあ、でもハーフタイムに、有馬さんからボールをしっかり回そうということでポジショニングも意識しましたし、まあ、積極的に、まあ、緊張はしてない方のつもりだったんですけど、まあ、体は多分緊張してて、まあ、全然動けるようになったんで前に行けたのかなと思います。こう次が琉球戦ですけど、まず琉球とやるっていうのはまずいかがですか？初めての経験なんで本当不思議な感じでもありますし、琉球にいた時このパス回しが上手くて面白いサッカーする相手と、やりたいっていう気持ちも持って岡山に来たんで、どれだけ相手のやりたいことをやらせないで、岡山らしくできるかが本当鍵になるんで、はい、琉球で培った攻撃力っていうのは、琉球相手に、恩返しという気持ちでゴールに目指していきたいと思いますし、岡山で身につけた、守備の能力っていうのは本当全面出して俺は成長したんだよっていうのを、見せられたらいいかなと思います。スタジアムはまた沖縄ですけど、その辺りっていうのはどうですか？まあ、みんなよりやってる時間がホームスタジアムで長いんで、僕にとってアウェーじゃなくホームのつもりで入れるんで、そこは全然問題なくやれるのかなっていう思いはあります。なるほど。こう多分今までのサポーター、まあ、もしかしたらブーイングなんかもあるかもしれない、その辺りっていうのはいかがですか？まあ、ブーイングの声量っていうのが、僕が今まで必要とされていたことに置き換えれると思うんで、まあ、ブーイングされた分いい捉え方をして、まあ、本当正々堂々僕がプレーできたらなと思います。その、まあ、沖縄戦琉球戦でどんな結果を残したいと思ってますか？まあ、やっぱ僕自身
J2 でゴールというのはないですし、本当そこにフルス相手琉球相手に点取れれば、成長した姿っていうのは見せれると思うんで、やっぱ出したくなかったよなっていうのを思われるようなプレー選手にまた今後もなっていければなと思います。はい、 OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。言わないです言わないですはい、はい、すいません、すいません、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、再開戦が、はい、もう近くになってきたと思うんですけども、今の、まあ、この気持ちというか、この気持ちの面でのモチベーションとかはいかがですかね。本当楽しみですし、ワクワク、本当に小学校の頃の遠足を待つかのような気持ちに戻っている状況です。開幕戦白星で飾って4ヶ月だいたい空いてしまったと思うんですけど、トマス選手にとってこの4ヶ月は今振り返ってみてこのどういう4ヶ月でしょうか。まあ、最初は試合できなくて練習できなくて、まあ、苦しかったですけど、まあ、いろんな方と、Zoom で話す機会を設けてもらって、そこで僕が今できてないプレーっていうのを再確認できましたし、それがなかったら、こうやっていい状態まで持ってこれなかったと思うんで、僕は本当プラスな期間だったのかなと捉えてます。いろんな人からいろいろ吸収できたなっていうところになります。そうですね、やっぱ僕はどっちかといえば攻撃的な、サイドバックなんで、まあ、どんな相手にでも、攻撃的なポジション、が取れるといいよねっていうアドバイスを受けて、あ、そうだなっていうのを思いましたし、岡山来てそれ出せてなかったと思うんで、それを聞いた後からは、そういう思いにもなりましたし、今こうして練習でも、攻撃的なポジションを取れてるんで、本当に良かったなと思います。この次の再開戦ホームではあるんですけど、まあ、無観客の冒頭マッチということで、はい、サポーターの皆さんは多分テレビだとかダゾンだとかで見ることになると思うんですけど、まあ、現地に来れないサポーターの皆さんへの思いみたいなのを教えていただいてもらいます。試合は始まるんですけど、結局会場に来れないのは、まあ、悔しいというか、まあ、会えないことも、ファン、サポーター、協賛してくださっているスポンサーの皆さんも本当まだ、会場に行けない分、寂しいと思いますけど、まあ、僕らの元気な姿を、90分、しっかり出し切ってやれば、画面越しでも、絶対元気は届けられると思うんで、本当全力でやるだけだと思います。仕切り直せるということでもう一回開幕っていう風な形になると思うんですけども、改めてトモ選手の今シーズンの目標を教えていただいてもいい。僕はやっぱ10アシスト、数字にこだわってやっていきたいと思いますし、こうやって過密日程には なりましたけど、残り41試合、僕は全試合フル出場するという気持ちで、4ヶ月間過ごしてきましたし、今も過ごしてるんで、本当そこを目標に、そしてそれが叶ったら、J1 昇格っていうのも、見えてくると思うんで、チームのために、戦いたいと思います。もうコロナも、まあ、ちょっとずつ落ち着いてきて、まあ、しばらくはステイホームだったと思うんですけど、なんか今週に岡山来られてどっか岡山とか行かれたりしたとかありますか。まあ、でも倉敷美化とかも家族で観光しましたし、まあ、公園とかは息子さんいるんで行ったり、まあ、でもまだ後楽園とか、岡山城とかはまだ行けてないんで、もうちょい落ち着いたら、はい、行きたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。